始まりました。昨日作った餃子の残りですね。いや、醤油、作っといたというか残りのソース、デミグラスソースみたいなやつを足して深みが出そうなんで、あれがとろみもつきそうで、続いてちょマジこれうまそうだなって思って買ってきちゃいました。グルメードステーキ、豚バラ肉で巻いた粗挽きステーキ、絶対うまいっすね。どんな感じなんだろう。油敷かなくても良さそうなんで、うん、そう。出ました。照り焼きのハンバーグ。下にはマヨネーズを敷いてあります。目玉焼きなんですけど、粗挽きステーキ、なんとかハムみたいな感じなんですけど、ベーコンみたいな感じですかね。いただきますよ。いただきます。レタスと一緒にいただきます。うまくなんだよな、照り焼きバーガーなんだよな、マジでめっちゃうまい。うん、肉がめっちゃ柔らかいレタスとマヨネーズとね、照り焼きでマック完成だよね。冷える、うまい。このホロホロ加減がマジやばい、めっちゃうまい。肉汁もね、めっちゃやばいっすよ。これどうやって食うかな。
つい、いや、このままいいじゃん。いただきます。うまい。めっちゃうまい、めっちゃうまい。昼までめっちゃ眠いみたいな感じだったんですけど、今それが改善されてきてますね。眠くなることがなんか気づいたらなくなってましたね。最初の頃はもう眠くて眠くてしょうがなかったんですけど、なんか気づいたら、あれ最近そういえば眠くねえ、眠くなってないなみたいな感じですね。あとね、朝起きてだるいみたいな、あ体が重いみたいな、そういうのもなくなりましたね。割と軽い、まあ、重いは重いんですけど、前ほんと体感的に20キロぐらい背負ってた感じだったんで、今めっちゃ軽いっすね。でもね、体はねめっちゃ太ってってるんですけどね。どうも、今日もねたくさん介護してきました、まあ、特に何もない平凡な一日でした。入浴会場もなかったしね。エアコン効かないんで、もう忘れちゃう。